皆さん、こんばんは。ご参加ありがとうございます。こんばんはー。こんばんは。こんばんは。それでは、時間になりましたので、始めていきたいと思います。世界水まつり 2024in Aso、えー、オンラインの説明会を開催させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。ま <laughs> しょう。ましゃい。いらっしゃ <laughs> い。 <laughs> 皆さんご参加ありがとうございます。ますで本日の流れなんですが3部構成で進めていきます。まず最初に世界水祭りについての説明を行ってその次2つ目が質疑応答の時間も用意しております、えー。2つ目の質疑応答の際に皆さん質問ありましたらお気軽にコメントでもね大丈夫ですのでチャットから質問がある方は入れてください。 そして最後の水への祈りのセレモニーの際には、えー、水への祈りを行いますので、皆さん、ペットボトルかコップでお水をご用意してください。よろしくお願いします。では、まずは世界水まつり主催者の阿蘇康彦さん、よろしくお願いしします、はい、よろしくお願いいたします。 まずですね、えー、今年の9月21日22、22日の説明の前に、ですね水祭りとは何かということを皆さんにお伝えさせていただきます。えー、ま我々の原点となるですね、えー、ポイント、なぜ水祭りをやろうと思ったかということですけれども、えー、2021年の10月に、えー、この北京の、えー、江本弘正さんと呉さんと私で、えー、平立神宮にお参りに来ました。でその時にですね、えー この関係者の方に君たち祭りをやるといいよというふうに言われて、えー、ちょうどですねコロナの時だったので、まあ、人々が結構分断されていてやっぱり祭りが大切だということで、えー、アドバイスをいただき、えー、やることになりましたで平たジ神宮というのは非常にですね、えー、特に江本弘、えー、松さんのお父さんの江本昌さんとご縁がありまして、えー、そのあたり弘、えー、松さんちょっと解説いただきますでしょうかはいえー、そうですねあのー まあ、平立神宮では五色神祭というお祭りを、えー、行っているんですけれども、まあ、それがあの本当に古代の昔から行われてましてで、まあ、いわゆる世界平和の祭りなんですね。で、そこの,あの五色神祭では、まあ、五大陸の代表があの、まあ、参列をして、みんなが本当に心一つにあの世界平和を祈るという、そういうお祭りなんですけれども。でまあ、その お祭りがずっとですね、あのまあ、内密に行われてきてて、でまあ、それを知った江本勝が、まあ,あの2000年にですね、えー、これは本当に素晴らしいお祭りだということで、まあ、世に、えーまあ、開いたというか、そういうお手伝いをすることになりまして、でまあ、1週間ぐらいかけてですね、まああの大きな、まあ、お祭りですよね、本当にイベントをやっても、その時、あの すごい方、天船幸男先生とかですね、中丸薫先生とか、潮屋信夫先生とか、いろんな方をお呼びして、世に開いて、そこからですね本当にたくさんの方々が五色神祭に参列するようになったというふうには聞いてるんですけれども、本当に原点というか、ですね世界平和の祈りの自分なんかの原点だと思ってるんですけれども、皆さんでねその時訪れて、この世界、水祭りが。 えーまあ、発案されたというのは、まあ、本当にそういう流れだったのかなと思いますはい、ありがとうございます。そして、えー、この、えー、我々の活動、世界水まつりの水ということですが、えー、今、えー、広松さんがおっしゃったように、ですね元勝先生がですね水を通じて世界平和ということで、えー、世界各国ですね、えー、ずっと活動をしておりました。 でなぜやっぱりこの水からの伝言というメッセージが世界中で500万部、600万部以上、えー、皆さんに広がってですね、人種とか、えー、宗教とか国境の垣根をなくいったかということは、やはり水という存在が大事だと思うわけですね。まあ、水というのは本当に命の原点であり、す、ま、べ、あ、てをつなぐ存在ですので、まあ、それを、えー、中心に置くことによってですね、世界が平和になるということで、水祭りの水ということは、この え水をしっかりと、ね、尊厳を持って祭っていこうということでもあります。そしてまあ祭りということですけども、えーまあ、ただ、えー、みんなで,です、ね、騒ぐというだけじゃなくてやっぱり神々というです、ねまあ、我々はもう生かされている、まあ、宇宙創造の意思によって生かされている存在ですので、まあ、その神々とまあコミュニケーションをとってです、ねえー、この水を中心として、まあ、これをです、ね、あの本当に大切にコミュニケーションしていこうということで祭りをです、ね、復活する。 ととといいうことが言えると思いますで今あ、祭りがです、ね、どんどん減っていって、神社とかも減っていっているという状況がありまして、まあ、いち早くですク、ね、レさんがこの祭りをやりたいというふうに手を挙げたので、まあ、今、クレさんあの、里山再生で浜松にいますけれども、そのあたり、ちょっと思うことをお話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね、あのー、やっぱこう昔の人たちはこう日々の暮らしの中で、 こう何か集まる場所があってですね。まあ、これがたまたまこの今、里山再生してるところにある地蔵山と山なんですけども、要するにお地蔵さんをも中心にこう集まることでどんどんこう人が集まるようになって、夜店もっていうふうにして、縁日に向けてこうお祭りが行われてったという、でその地域ではやっぱりこう娯楽も何もないな中で、その みんながこう集まれるっていうのがもう唯一の楽しみだったっていうですねこう里山再生しているとこう結局人とのつながりを必要となってそうなるとこおのずと起きてくるのがやっぱ祭りだったんだなっていうふうに思って今いますはいそれで今ここでは祭りの場としてですね、まあ、祭りの庭という言葉があるんですけどもこれはまたで紹介しますけどあのー ここを祭りの場として、祭りの庭として行けるようにですね、あの一つ抜けて進んでおりますありがとうございます、まああの。新時代の祭りということでですね、あのマクレさんなんか、まさに和尚祭り職人ということでですね、あの再生して、えー、祭りをまた復活しようということで、えー、関わっております。 そしてこの世界水祭りの理念なんですけれども、大きくイベントだけじゃなくて、ですね大きい規模で見れば、ですねやはり水環境ということが非常に騒がれていますので、そういったものをしっかりと問題提起していこうと、そして先ほどお伝えしたように、祭り文化を継承していこう、そしてまた継承だけじゃなくて、発展、進化させていこうということで。 そして、水のまつわるですね、こういった日本人の精神性とか祈りも含めてですね、こういったものを世界に発信していこうという、そういった三本柱の理念がございます。そして、このプロジェクトの重要性ということで、世界水祭りは命の源である水の大切さをですね、世界中の民族、宗教、国境の垣根を越えて分かち合い、 そして命の尊厳とともに地球環境を次世代に継承することを目的としております。で、実際のプロジェクト、こういったですね、今回やる阿蘇のイベントもそうですし、今年から交流会を行っております。交流会の際には、ですね必ず水への祈りのセレモニー、本日の最後も行いますけども、させていただいて、水の大切さをですね皆さんと分かち合っております。 そして、環境活動の活動、啓蒙サポートということで、いろんな環境活動をやっている団体があります。今年の世界の水祭りでも、そういった団体の活動を取り上げたりですね、そういった取り組みをしております。そして、リトリートツアーということでですね、今年も久留米にツアーを行っておりまして、いろんな知られざる、いろんな歴史とかですね、水源を守るとかですね、そういった活動とともにですね、その場所、場所、非常に観光資源をですね、より 活性化するとか、そういったことも含めて、えー、ツアーを行っております。そして、えー、まあ、海外、国外研究者セミナーということでですね、この江本マス先生の人脈とかですね、えー、まあ、我々のいろんなつながりで、えー、いろんなエージをですね、分かち合うことができます、えー。昨年ですとですね、ポラック博士、ワシントン大学の研究者のセミナーをやってですね、今年も再販して、まあ、それをですね、ノートの 震災の復興活動の支援として当て,てさせていただいたりもしております。そして地域活性化と日本文化の価値化ということでですね、どん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 今年は世界へというテーマもありますので、この日本人の精神性をより世界に広めていこうというそういった取り組みも今後、特に力を入れて取り組んでまいります。で、まあ、これまでの活動で2022年からですね、クレさんの この里山再生している浜名湖で第1回の世界水祭りのイベントを行いました。えーまあ、最初はですね、やはりクレさんのこの活動、今、きうもクレさんの浜名湖からオンラインにているんでしょうか。はい、そうですね、はいえー。水をきれいにする活動ということで、えー、三つはの森、ちょっと説明をお願いいたします。はい、み、え、つ、ー、の森です三ですね、つというのはあの三津波の、まあ、三つはの目、みずの目ともあの言われますけども、いろんな 名前がある水の神様の、ね、おな名前から頂いた,だいた、えー、森でございます。で、ここではですね、こう、人がこう生活する上であの、水を汚さないようにですねあの、微生物の力を使って循環装置を作ったりですね、あとお風呂のお湯なんかはこうずっとこう水の入れ替えなしで綺麗な水が保てたり,いたりとか。 そういうふうにして、こう、水のきれいな使い方っていうのを、まず一つ、ええー、を、あの、水を守る森としてですね、やっています。で、あの、水をきれいにするのは森ですから、その森を作るのに、のも一つのモデルになりますし、あの、そうですね。水を守る森として、 環境活動のですね、発信基地となれたらいい,ふい,いなと思って、今、のそのツアーや何かに向けて、ですね、受け入れ体制作るための準備を今、進めているところです。いろいろ準備が整ったら、皆さん、ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。はいえー、クレイさんは、まあ、その他にも、まあ、洗濯の、えー、洗剤のいらないコインランドリーのね、開発の活動を、ね、されてとかとか、非常にまあ水、環境活動ということを、えーまあ 興味があって、ずっとされているということでね、あの引き続き、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、えーま、この浜名湖の、えー、世界水祭りで,ですね、やっぱり祈りということで、我々の精神性と、ま、水ということでですね、えー、そのことについて、ま、実験をやったりですねあの、ま、江本正代先生の活動でですね、あのま、水への祈りということを、ま、継承してやってますので、えー、そういったことも行っております。 で祈りというとです、ね、どうしても、えー、宗教であるとかです、ね、まあ、世間的にはあのなかなか宗教とです、ねあのまあ、こういった政治の活動とか、まあ、全部分離してしまうような精神世界とです、ね、物質世界ありますけれども、やはりこういった祈りというのは科学的な見地でも、まあ、実際に4万ぐらい、えー、論文があってです、ね、実際、祈りによって物質的な変化が、えー、あるということは、結構証明されているところはあるんですね。 で実際にあの、まあ、この祈りでですねあの瞑想する街が、えー、どんどん犯罪率が減ったとかですね、えー、このパワーオフ8という作者のリン・マクダガードさんという方は、ですね、えー、実験で、えーまあ、例えば戦争の内戦に向けてですね平和の祈りをすることによって、戦争がどん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 小規模になってですね、えーまあ、解消するという、まあ、そういったレポートも出しております。そののような中でですねこの、えー、心祈りの 大切さをずっと啓蒙する白鳥哲監督にも、えーまあ、コロナの中だったのでオープニングセレモニーで講演を、えー、いただいております祈りの映画、祈りの大切さまたこれは YouTube にアップアーカイブずっとされてますのでぜひ興味ある方は見てくださいそして、えー、水の研究家の、えー、ワシントン大学ジェラルズ・ポラック博士の、えー、お話ですとかあとですね、えー、その年の2月に お亡くなりになったリュック・モンタニー博士というフランスのノーベル賞を取った、えー、学者の方の、まあ、亡くなったんですね。そして、えー、その、えーまあ、モンタニー博士はですねいろんなあの、まあ、ウイルスのこととかの研究者だったので、まあ、そういったことについてですね、まあ、非常に追求するような、えー、科学者だったんですね。でそのの、えー、科学者の、まあ 実績、そしてまた水の情報記憶をまあ証明するような、えー、研究もされていたので、えー、根本博士、そして自己委員会の林さん、そしてポラク博士でツイートメッセージの、えー、お話をいただきました。まあ、このようにですね、まあ、一般的ななかなか認められていない研究者の、えー、活動をですね水祭りで取り上げて残していくということも、えー、我々の活動として行っております。そして、えー、世界水祭りの えー、中でですね、ブルース・リプトン博士、えー、この方はですね特に DNA の研究として世界的に有名でして、やはり我々の祈りとか環境とか感情が、ですねこの DNA のスイッチをオン・オ,ンオフをして、そして我々の人生にですね、うん、幸福度を上げたり、まあ、非常に大切な研究をされている、えー、ブルース・リプトン博士が、ですね水祭り、こういったイベントが非常に大事なんだというメッセージとともに、えー、講演をしていただきました。 こちらもまだ YouTube で,です、ね、アーカイブ残ってますので、ぜひ、えー、ご覧いただければと思います。まあ、非常に素晴らしいお話でした。でえー、実際はですねこの世界水祭りの浜名湖ではまだコロナだったので、会場には共産の方約100名を、えー、お呼びしまして、えー、ほとんど皆さんはですね、えー、こ YouTube のライブで見ていただきました。地元の,、えー、浜,の浜松のです、ね、太鼓とかですね。 あと、えーまあ、いろんなプロジェクションマッピングによる、まあ、祈,りの祈りとか舞を行ってまして、そして、えー、この祈りのセレモニーのときに、えー、このようにですね、えーまあ、浜名湖の水、まあ、近くの湧き水をです、ね、取って、皆さんで祈りを行いましたで。こちらの水がですね、ちょっと、えーまあ、いろんな廃棄物とかで汚染されている水だったので、えー、まずこの上の結晶写真が祈る前の写真。 そして、下の写真が祈った後の写真でして、やはりですね、結晶の中で、我々が祈った、この祈りのエネルギーがですね、パッと、この水から花咲くような形で綺麗な結晶が非常に多く撮れました。そして、この実際にですね、COD という値がこの右から2番目に15から7に変化するというのが非常に顕著な値が出ました。これはですね、 え水質検査の専門の会社に、えー、その会場に来ていただいて、実際に、えー、この会場で祈りの前と後で比較して、えー、この測定を行いました。でこの COD が15という値がです、ねあの、まず祈る前に出,出たんですが、これは、まあ、魚がちょっと繊細な魚が住めないような値なんですね、非常にまあ汚染が進んでいるような状態。 そして祈った後すぐにですね、会場で測ったら急激にこの数値が7に落ちたんですね。これはどういうことかといいますと、普通、この7にですね、何もしないで落ちることはない。環境、浄化のなんか資材を入れないとですね、この数値にはならないんですね。ということは、この我々の祈りがですね、水中の有機物、汚染物質をですね、光のエネルギーが入ってバラバラにこの汚染物質がなって、結果、水中のですね酸素が。 たくさん使われることにこの COD の値がパッと急激に落ちたということが、えー、示唆されるわけですね。まあ、この結果にはこの水質、えー、調査の会社の方も非常に驚いておりまして、あのまあ、我々のこういった祈りによって、ですね物質に影響を及ぼす、水をきれいにする、浄化するということが1つですねここで、えー、明らかになっているわけなんですね。で、えー、このような形で、えー、実際に 次の日10月17日は、えー、江本勝先生の命日でして、えー、セレモニーを行って、ですね、えー、ちょうど弁天島という、まあ、鳥居がある、えー、ところで水のセレモニーを行ったんですけども、セレモニー終了後はです、ねまあ、見事にこの水がバッとですね、まと、あ、満潮というのもあるんですけども、亡くなってちょうど、えーまあ、終わる時間には水没して亡くなったということがあります。でえー、続いて昨年ですね。 えー、アスペクターで11月11日に、えー、行いました。これはあのーまあ、11日、ちょうどその日しかですね会場は空いてなかったんですけども、ちょうど、えー、世界平和の日だったんですね。で、またですね、結構日本中のいろんなところで、イベント、平和のイベント、祈りのイベントが行われましたので、まあ、ちょうど本当に導かれるように、この日にですね、えー、世界水祭りが行われた、えー、ということがありました。 で実際にですねこの熊本、私もですね熊本に非常にあの母方の,、えー、あの血筋がですねあの阿蘇神社の宮司の家系というのもあるので、非常にご縁があるんですけども、まあ、7年前から、えー、この伏線といいますか、ですねちょうどこのメンバーのクレさんが、えー、震災の直後にですねフェイスブックでよ呼びかけて復興支援にトラック2台で行ったんですね。で私も一緒に、えー、行きました。 それで全国からですね、支援物資とか支援金が400万円ぐらいですね、支援金が集まったりえいろんなまあ埼玉からですね、物資を運んだので途中いろんなえところで,ですね、皆さん物資を寄付していただいてそれでまだですね、封鎖されている九州自動車場をですね特別許可証を持ってですね、現地に入りました。そして、 現地の保育園の方たちがです、ね、あの受け入れてくれて、そこで、えー、荷降ろしをして、支援物資を、えー、行き渡ることができたんですけれども、まあ、その時のご縁で,です、ね、今回の水祭りも、えー、現地の、えーまあ、サポート、そして実行委員会の方たちがです、ね、クレさんのこのご縁で、えー、結ばれまして、えー、去年の世界水祭り、非常に協力していただいて、えー、成功したいということがあります。 でこの阿蘇はですね、世界最上級のカルデラ、まあ、大体外周が120キロもあって、そして、まあ、このカルデラの下に琵琶湖3.5個分ぐらいの水源があると言われています。で九州の,、まあ、ほあの主流の河川は、ですね、一級河川のほとんどがこの阿蘇山を水源としていろんな県にまたがっていまして、まああの、鹿児島以外の県はですね、全部阿蘇山から。えー 水源川がです、ねえー、流れているんですねそしてまたこの水場の近くには祈りの場があの巨石であるとかですね古くから神社がありますので、まあ、こういった土地で特別な土地でこのイベントが、えー、できる運びになりました。でこのカルデラの中にですねちょうど南阿蘇のカルデラの、えー、この赤いところがですね、えー、野外劇場ということでアスペクタという会場なんですね。 こちらの会場が非常に、えー、眺望が良くて、このステージの後ろにですね、阿、え、蘇、ー、の5つの山が望、えー、むことができます。ちなみに、日本で初め,て初めてですね、野外フェスタをやったのが、このビート・チャイルドって伝説の野外フェスティバルがありまして、尾、えー、崎豊とか佐野元春とかですね、えー、ボーイとか渡辺美里とかですね、そうそうたる面々がですね、あのブルーハウスとかですね、この えー、こちらに集まって日本初めてのですね野外ェスを行いました。まあ、この会場で、えーまあ、この自然と一体になってですね皆さんでこの祈りをそして音楽をですね祭りをやりたいということでこの会場を選びました。でこのカルデラ世界最大級のカルデラそしてこの真ん中の山これはあの形状がですねボールと、まあ、ピラミッドみたいな形状をしていて これを合わせると、皆さん、どんな形になるでしょうか。はい。そうですね。このボールとピラミッドで、パラボラアンテナのような形になるわけです。これは、あの、一番情報の受信する、そして送信するのに一番適した形なんですね。ということはですね、この阿蘇のカルディアが120キロ、外周120キロのこの地形がですね、一つの まあ情報の総、まあ、受信装置として、えー、起動する、まあ、我々の意識がそういうふうに見立てるとです、ね、そういうふうになりますのでおそらく古代の人たちはそ,ういうそのように山とか水源を祀っていたんでしょう、まあ、それを復活させて、まあ、その阿蘇,と阿蘇で,です、ね、祭りを行うということでこれが世界平和の祈りや思いがです、ね、世界中そして宇宙に響くためにです、ね、この の地形を我々はカルデラホーンという,ふうに名付けました、はいまあ、このカルデラとです、ね、山がまるで本というのは、まあ、スピーカーの本みたいにです、ねまあ、響くわけですね。響いてこれは日本全国に響き、そしてそれが世界中に響き、そしてそれがまあ宇宙に響くという、まあ、そういったコンセプトでこのデザインを作成いたしました。 そして昨年はですね、まあ、いろんな、えー、これは名古屋の講演会なんですけれども、まあ、あと地元の、えー、これは、えー、大牟田ですね、まあ、福岡とか熊本の、えー、放送局とかですね、あの雑誌とかいろんなところに、えー、この水祭りのメンバーの方々と、えー、訪れて、そして、えー、あとこれはですね、えー、開始の直前にメンバーで滝業に行ったんですね。多企業で身を清めて、えー、実際に この水祭りに挑みましたそして、えー、これはですねカルデラ本のステッカーとかですねとこういった T シャツ今日私も着てますけどもこういった T シャツがですね、えー、いろんなところでですね <laughs> のいろんな製品を作りましたそして、えー、今日も水の祈りしますけども会場で水の祈りという、えー、ボトルを作ってですねこの南阿蘇の水源から出てる水をボトリングして それをですね、あの祈りに使ってまた、えー、自然に返すようなセレモニーを行いました。またですね、えー、この日本酒を、えー、我々の実行委員会のメンバーで作りました。これについて、ワッショイですね。ク、え、レ、ー、さん、さっちによろしくお願いします。はい、えー。じゃあ私の方から少し最初にですね、えー、っと自然栽培前のワッショイをこう。 水を浄化するそのプロジェクトの中でですね、あのー、山形県酒田市の農学博士が協力してくださって、お米を作ってたんですが、そのお米を使ってですね、お酒を作ろうということをですね、あのメンバーの青木幸子さんが中心になって、あのー、プロジェクトを始めまして、で、あのー、山形、えー、っと、主犯のですね、あのー、免許も取りながら、山形の方の に行ってですね、あの、酒蔵さんを探して、そしてそこであの、自然栽培前のあの、麹から何かを、ま、全てですね、この、亀のという、幻のお米を使ったお酒でですね、作ったお酒になります。はい。ちなみにこのラベルについてですね、うんうん、あそうですね。思い出があるということで、教えてもらえますか、はい。ラベルはですね、あの、先ほども、 あの上げていただいたただちょうど熊本震災の時に駆けつけていたであの受け付け口になってくださったです、ね、大広保育園のですね子供たちにですね絵を描いてもらいました。で今回は5歳児5 54人がですねこう描いていただいたんですけども、最初はその中から一つを選ぼうかっていうふうになっていたんですが、もうみんな可愛くて、ですねどれもこれも。あの 使いたいというふうに思いまして、それを一つこう地球を見立てた輪の中にこう入れてですね、子どもたちの未来を地球の円に見立てて、そしてあの金のまあ竜を見立てたですねこの輪でその地球を包んでいるっていうのがですねこの和書へのラベルデザインになります。で今回も、はい。今回もあの 花火のですね、時にも、大工保育園の皆さんは協力してくれることになりました。うん、ありがとうございます。うん、子どもたちの思いが詰まってますね。はい。青木幸子さん、い<で>一言、そうですね、思いを。水の器の、はい、お話をいただきたいなと思います。はい。えっ、ー、と、水の器ですか。えー、水の器っていう、ね、会社を作って。はい。 はい。あの、やっぱし水が中心になるものなので、あの、やっぱ水にちなんだ会社名を作ろうと思って、あの、まあ、クレさんたちと一緒に考えて、浮かんだのが、あの、やっぱ器、器っていうか大地をまあ包むっていう形で、そしたら水の器っていうのがふっと上がって、 それに、あの、させていただいて、そこから、あの、このお酒が、作るにあたって進むのが早くなったというか、そして、あの、やっぱしこの自然の恵みと作り手の情熱がすごくたくさん詰まったお酒なので、皆さんに味わっていただけたら嬉しく思います。 はい、ありがとうございます。えー、こちらの和ッショイは、えー、今、世界水祭りのホームページのショップからも、えー、購入することができますので、ぜひ、えー、気になった方、ぜひ、本当においしいので、あのー、なんていうんですかね、もう飲むと、まあ、このエネルギーがやっぱり全然違うというか、う本当にとろっとして、味もそうなんですけども、やっぱりそういったね、自然の、まあ、このエネルギーが詰まっているので、ぜひ飲んでいただければと思います。はい、ぜひ、買ってくださいはい。<laughs> はいえー、そのような形でですね、いろんな準備万端で、えーまあ、これは前日のリハーサルなんですけども、前日まで非常に大雨だったんですね。ですが、えー、この前日にですね、えー、この竹内和忠先生、この巨石文明の研究家の先生が、ケルトの最初、ホテルでですね、セレモニーを行ったところ、そこからですね、バーっと夜空が、星がです、ね、バーっと見えて、ですね満天の星空になって、そして、えー、翌,翌朝はですね、 本当に快晴、素晴らしい天気で迎えることができました。で、このような形でですね、11時11分、11月11日の11時11分から始めまして、いろんなアーティストにすべてですね、ボランティアで寄付、あの、もう出演料なしでですね、皆さんお気持ちで、こちらの水祭りに賛同していただいた方にですね、出演いただきました。 このような形で現地には2000人、そしてオンラインで8000人の方が参加していただきまして、合計約1万人の方に祈ったりですね、踊りを楽しむような形で参加いただきました。そしてステージ上にはですね、阿蘇周辺の水源からいろんな水源がですね、きれいな水源があるんですね。そちらから水を汲みまして、その水源の水とですね、 つながるような祈りができるようにステージ上に11箇所の水源からの水を組みました。そしてこの水源の横にはですね、ある特殊なテクノロジー、音源をですね、ずっと鳴らしていたんですね。この音源について、えー、今サウンドの、えー、高橋さんからですね、ちょっと説明をお願いできますでしょうか。あはい、皆、えー、さん今日はありがとうございます。高橋と申します。 えっとですね、今話にあったあの特殊な音源というところなんですけども、あのイーマサウンドというあのものを流しています。でこの今サウンド、何かというと、もともとサイマティクスという研究分野があるんですけれども、そちらの分野の研究とか実験を重ねて作られたものになっています。 でそのサイマティクスっていうのは何かという話なんですけれども、もともと60年ぐらい前に、ですねあの海外ですけれども、すべてのものは振動でできているというのをあの発見されたハンセイニーさんという先生がいらっしゃいまして、まあ、今、繰り返しますが、すべてのものです、ね、は、あらゆるものが振動、細かい振動で形が作られているというようなあの原理になります。 でえっと、こちらの方を応用してあのできた技術なんですけれども、イーマサウンドの方はですねそのあらゆる物質、まあ、シャープペンならシャープペンのし振動とか、ですね、まあ、人間の体でいうと、胃なら胃の振動というものがあるので、それがどういう振動なのかなっていうのを一つ一つ全部解明していきまして、それを耳に聞こえる音、振動を音という形に表したものが、イーマサウンドというようなものになります。 もともとずっと研究でいくとあの人間の健康という分野でずっと使われてきたもので、あの心臓があの調子が悪いよという人にはです、ね、もともと健康な振動を、えっと、している心臓というものがあるので、割り出したものを、まあ、流してあげる、浴びせてあげると健康な状態に戻るというようなことで、この振動、音というものを使って、 いいろんな状態をを良くするととうことをやってきたものになりますであのまあこちらサイマティクスって聞き慣れないかもしれないんですけどもあの最近でいうとの量子力学みたいな言葉っていうのが増えてきたと思うんですけれどもいわゆる細かい目に見えないぐらい細かい振動という世界で、まあ、科学的にいろいろ研究されているようなあの分野になりますで今回この音なんですけれども今サウンドで何の,あのその音を出してるかというところなんですけども あの今サンドを開発した松下幸典先生という先生がいまして、でこの方にです、ね、あの今回の世界水祭り用の専用の音源というものを開発してもらい、それをこの今、写真にある黒いスピーカー、ですねそれぞれの11箇所の水の横で流す形にしています。であの具体的にはです、ね、あのまあ、現場で皆さんあの祈りをしましたので、その祈りがです、ね、より叶うようになるとかです、ね、あとはの水質が浄化するもの。 熊本自体が良くなるもの、あとはあ世界平和の日だったの、ね、で、世界平和になる音みたいなものをずっと水に出す形で、えっと、流していました。で、今、まあのこれ、当日も流してたんですけども、当日イベントに来れない方はですね、日本全国でご自宅から同じ音をだーっと流す形、熊本を中心に日本全国をつなげて音を出していたというようなあの形で行いました。 はいいありがとうございます、えー、本当に、まあ、オンラインでもですね、まあ、それをこ、まあ、軸を越えてですね皆さんが、まあ、思いを一つにして、まあ、こういったテクノロジーも使って、まあ、祈りそして、まあ、いろんな、えー、音楽をですね鳴らすううことが、えー、行いましたあと、まあ、この、えー、サ,イサイマティクス、まあ、この EMA サウンドだけじゃなくてですねあのこの風ズタセラピーシステムというですね、えー、そういったデバイスですとかあとタイムウェーバーというデバイスとか あと、まあ、ロゴストロンというデバイスとか、まあ、いろんなですね、えー、テクノロジーの、まあ、祈りのテクノロジー、そしてまあこういったエネルギーを変えるテクノロジーとですね、こういったあの現地の、まあ、アナログ的な祈りとか音楽、これを組み合わせてですね、あとこの阿蘇の地形を合わせてですね、よりまあこの平和のバイブレーションを世界中世界、えー、そして宇宙に届けるということ、これはまあ,ある意味ですね、世界で初めての取り組みじゃないかなというふうに思っております。まあ、それを実際、昨年行いました。 えーまあ、皆さん、最後はですね、ミナハーさんの、えー、エンディングということで,です、ね、出演者の皆さんにも出ていただいて、えー、オンラインでも、えー、放送しました。まあ、これが、えー、祈りの水ですね。まあ、これは11か所の水源の水を合わせて、えー、オンライン、そして現地の方と一緒に祈りを行いました。で本当にこの阿蘇の水がですね、周辺の水がきれいなんですよね。これ11箇所の映像を全部撮っ 撮らせていただきましたけれども、またあのこの映像とかですね、えー、本当にこれ水源を大切にしようっていう気持ちにやっぱりなるんですよね。まあ、こういった水源についてもですね。今年の水祭りではより深掘りして、この水の大切さをえ伝えていく予定です。そしてこの水源の謎ということでですね。本当に古代からこの阿蘇の水源、そしてまあ祈りの場としてのですね。巨石文化っていうのはあってと。この、え？ー まあ、NPO の法人のですね、NPO の、えー、守ろう巨石文化と森と水の、えー、竹内勝忠先生にですね、ご協力いただいて、いろんな、えー、情報発信をしております。世界水まつりの YouTube チャンネルでもで、まあ、いろんな水源のですね、もともとどういう人たちが、まあ、縄文時代のですね、どういった、えー、民族の人たちがですね、これを守ってきたかということをお話しいただいております。 そして世界水祭りのです、ねえー、11月11日の翌日にです、ねえー、オしといシというところと、オガみガイシという阿蘇に縄文時代のです、ね、非常に当時と下死の祭祀の巨石群があるんですね。そちらに、えー、関係者とともにツアーを、えー、行くことがになりました。このツアーではです、ねえー、ネイティブインディアンのアパチ族の明治、えー、スンマンの イーグル・ジョーさんにもですね、えー、実際祈りのセレモニーを行っていただきまして、まあ、このインディアンの,、えーまあ、この教えと、ですねこの、えー、縄文時代の巨石、非常に、まあ、ピュアでですね自然に対する思、えー、いというのは非常に共通することがありまして、まあこのまあ、ひた,ただ、ですねこういう巨石がたまたまあったわけじゃなくて、縄文時代の人という英知によってこの角度であるとかこの磁場を調整してですね、 一つの巨大な装置としてこれが働いていてるんですねこの、えーまあ、今の人たちの、まあ、意識領域ではなかなかこれがわからないようなこんな謎に迫ったですね、えー、動画も作りました、まあ、この、えー、動画はですねこの世界水祭りの方でもご案内、えー、ページの方でしていますのでぜひ興味ある方は見てください全く我々のですね今の現代人の常識の全てが壊れるようなですね あの本当に宇宙と自然と一体化した縄文地の意識領域から、えーまあ、本当に変わるようなそんな、えー、研究を先生がされてますのでまた新しい本も出たそうなのでぜひですね、えー、皆さん見ていただきたいと思います。ということでですね、えー、昨年までの振り返りになりましたが、まあ、ここからは、えー、今年どのような祭りを、えー、するかということをお伝えさせていただきます。 で今年はですね、えー、ちょっと戻りますが、9月21と22、これもたまたまこの日が空いてたんですね。で、9月21日は実はですね、世界ピースデー、そして9月22日は秋分の日ということでですね、だいたい、えー、世界中で平和を祈ったりですね、そして秋分の日はだいたいあの世界中の古くからですね、この、えー、季節の変わり目、 終文点とか夏至とかですねそういったところは必ずやっぱり祭祀がお祭りが行われるわけですよね。えー、計らずもそんな日に、えー、世界水祭り、えー、2024が行う,ことに行うことができました。そして、えー、2日間な,なのでですねだいたい200張りぐらい、まあ、このキャンプでテントを張ることもできますので、もしちょっとホテルが取れなかったって人も安心してください。あの テントセットを持ってきていただければですね、えー、現地に、まあ、格安で、ちょっとあの無料というわけはいかないので、あの会場にもお支払いするので、ですね<う>あのこれを、えーまあ、ここで夜通しお祭りをすることができます。こ <laughs>、えー、今年のテーマは、えー、地球の未来に今できることということも引き継いでいますが、ま,あ、また新しく、ですね世界を結ぶ新時代の祭りというテーマも、えー、合わせてですね、今年は。 えー、行っていきますそして、えー、今年の特徴ですが、えー、世界各国をつないでいくということで、やっていきます。えー、このあたり、えー、広正さん、ちょっと説明いただけますでしょうか。はい、そうですね、もともと世界水祭りは、まあ、世界人類の祭りということで、本当にあの世界中でですね、まあ、この、えー、生きている喜びを。 祝ううというかですね、まあ、そして祈りをささげるというそういう目的で、まあ、発足したものなんですけれどもでまあそうですね第1回第2回と経て今、えーまあ、年第3回目になるんですけれどもあのー、まあ本当にこていうか幸運なことにですね、えー、世界中でも、えーまあ、同じ思いを持った人たちが現れてくれてぜひ一緒にやろうよというようなお声をいただいてで まあ最初はエジプトの,です、ね、あのトレねシー・アッシュさんという、えーまあ、ヒーラーの方なんですけども、まあ、彼女がですね、手を挙げてくれてでそれでですね、まあ、いろんな人とも、まあ、ともと柄本勝の、あのーまあ、世界中をですね、えーまあ、公演で、えーまあ、行ってたわけなんですけども、まあ、公演だけじゃなくてそういう祈りということをずっとやってきまして。 でまあ、そのやっぱり水が伝える、まあ、この、えー、なんていうか私たちのその思いとか祈りとか、えーまあ、そういうことがですね、水が反応してくれるわけなんですけれども、それを結晶写真として、えー、発表をしてで、それが世界中にまあ広まってきたということがあって、でまあ、本当ネイティブの人たちっていうのはもうずっとです、ねまあ、祈りをやってたわけなんですね。でそれはもうあの昔から伝わってた祈り、えー、そして歌。 踊りとかですね、まあ、あの本当に自然と共生するために、えーまあ、ずっとそういうことをやっていられた方が、まあ、その決勝写真を見てですね本当にあの喜んでくれたと私たちがや,あのやってきた、えー、ことをですね本当に、あのーまあ、証明してくれたという、えー、そういう方が本当にあのたくさんんいいらっしゃるんですねでそういう方ともですねつながってでまあその世界水祭り、えー、まあ、えー、本当に世界各地でですね、えー、同じ思いを 持った方々と一緒に、えー、祈りを捧げる、えー、そして今回は、えーまま、2日間ということもあるので,で、ま、時間もです、ね、あの朝から夜まであるので、ま、いろんな国とつながってです、ね、本当により一体感、えー、が感じられるのかなと、えー、そしてまたあのこの秋分の日というあのエネルギーの代わり目にです、ね、一緒に祈ることによって えーまあ、この世界がですね、本当に集合意識、良いポジティブな集合意識で満たされて、えー、どんどん変わっていくんじゃないかな、なそんな思いを、えー、持っているんですけれども、えー、なので、まああの、今回は本当にあの日本だけじゃなくて、ですね世界各地で、えー、今、まあ、こちらにも出てますけれども、エジプト、オーストラリア、オーストラリアにもですね、現住民の方々がいたり、アメリカの,あの方が、えー、協力者の方もいたりですね、あと、メキシコはですね、あのまあ、マヤの 司祭、えーまあの方がですね昔江本勝を、あのーまあ、招待してですね今この写真で出てるんですけれどもこのウシュマルというですね魔法使いのピラミッド実はこの時2012年、えー、の冬至、えー、の日ですね、まあ、いわゆるねフォトンベルトがっていうような時に行われたあの日の出の時の祭りだった祭り、まあ、フェスティバル祈りの、えー、フェスティバルだったんですけれども、まあ、そういった、あのー、主催者の方も共感してくれて、まあ、一緒に。 えー、やりままししょううううというそういそう話になってまして、えーまあ、この間実はですね、あのーまあ、ミーティングをしたんですね。いろんな方々、その本当に、えーまあ、ネイティブの方々、もうなんか世界中から集まったミーティングだったんですけれども、もう一人一人がですね、祈りの言葉を言うんですよ。で、まあ、本当にもうそこでですね、えー、もうセレモニーが行われたんですけれども、まあ、あのー その原住民の人たちというのは本当にもう自然とです、ね、もう一体化しているというかもう自然のことを代、ね、弁者というかです、ねまあ、マウントシャスターの、ね、方々があるとかもう水がもう今本当にあの汚染されていて鳴いているとかです、ね、そういったことを言っているんですけども、まあ、やっぱりそういう方々と一緒にです、ねあのまあ、この地球と共生していくためにです、ねえー、手を組んで。えー まあ、今現実世界ではやっぱり、ね、あの自分たちの利便性ばっかりを、ね、追求してっていうでもやはり地球があっての私たちなんですなので、まあ、そういったところですねみんなで、えーまあ、本当に一つになってですねあの祈りを捧げて、えー、新しい時代に行きたいなということで、まあ、今回はですね本当にあの世界をつなぐ、えーまあ、結ぶですねあの祭りになると思いますのでぜひ。 えー、ご期待いただければと思います、えー。昨年のちょっと反省でね、世界水祭りじゃなくて、阿蘇水祭りじゃないかっていうのがあったんですよね、廣正さん。そうですね、まあ、阿蘇水祭りというかね、あの日本水祭りというかですね、そうなんですね、やっぱり世界ね、もう本当、地球に住んでいる、ね、みんながいわゆる祭りをしたいっていうのが根底にあるので、えー、 でやっぱりその日本のこの、ね、精神性の文化っていうのをどんどん発信していきたいっていうのもありますので、えーまあ、今回はもう今までよりもより大きなスケールで、えー、より意義深いあの祭りになると思いますそうですよね、柄、はい、本勝先生って世界何カ国ぐらいの行かれたんでしょうかね。えっとですね、結構行ってますね、多分五50カ国ぐらいは行ってますね。あと言語も 何カ国ぐらいです、自らの伝言とか。まあ、ほぼ知ってる言語には翻訳されてますね。うん、30ね、何カ国ぐらいですよね、なんかそうなんです。でうん、やっぱりその、江本勝さんは、もうどの国に行っても受け入れられてて、その、ね、本当、何、宗教関係なく、イスラムでも受け入れられましたし、うんあの、もう、アメリカもそうだし、ヨーロッパもそうだし、 南アメリカもそうだし、あのアジアもそうだしあの、中近東もそうだし、いろんな国にあの、いろんなところに行って、まあ、中国もそうなんですけど、やっぱりそなぜかっていうと、水なんですよね、水はもうどの宗教でも本当に神聖なものでありますし、まあ、もちろん原点でありますし、私たちが水なんで、なのであの、この水を通じたつながりというか、これがどん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 世界水祭りを通じて強化されていくんではないかなと、本当に一つになるっていう。 そういうあの媒体でありますので、はい、今年はもう、よりそれがあの強くなっていくと思っております、はい、そのね、本当にあんまり日本人はね、知らないというか、むしろね、あの江本先生の異業をバッシングするぐらいの感じで、非科学的じゃないかとかね、そういうのもありましたけども、実際、今でも、まあ、世界に行くと、やっぱり江本勝を知ってるのかってね、去年、ちょうどね、あの江本 さんの方で、えー、と本田健さんでしたっけあの、まあ、お金のことで今世界中にいろんな講演活動をされていますけれども、はい、あの江本雅代先生のことを世界中で,で講演したらですね、あの聞かれるんだっていうふうにもおっしゃってましたよね。うん、そうですねあと、江本雅代が言ってたのは、その自分が日本人だからこの活動ができるって言ってましたね。うんうん、やっっぱり本本当だから日本発信っていいうのがすごい、うん あの今すごいじゃないですか外国人がたくさん来てて、はい、なんかそういう人たちにやっぱり日本の良さっていうか日本のその精神とかそういったものを教えるの僕大好きで、うん、あの浅草とかね、はい、結構インターナショナルバーとか行ったりするんですけどやっぱりねもう,あのもう日本ってすごいんですよ、うん、だから何て言うかその和の心本当に人のことを思いやる心うん。 だからそういったところをどん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 ね、あの広めていきたいなと思いいますねはい、今ね、あの清松さんが今やってる、正、え、田、ー、先生が継承した株式会社 IHM IHM って会社であの、今もう35回目となる波動国際波動インストラクタースクールっていうのをやってまして、あの先日、私も参加させていただいたんですけど、世界中からねやっぱりまだあのコロナも終わってきて、 まあこういった結晶写真とか、こういった精神性を広めたいって人たちもね、いまだにすごいたくさん来たりして、まあ、そういう人たちをね、どんどんつなげたり、そういう人たちが活躍していただいて、まあ、このね、日本人の精神性とか水の大切さをよりね、深く伝えられるといいですよね。そうですね。まあ、本当に市民レベルでって言ってましたね、うん、いつもね。もう今こそっていう感じだと思いますよね、本当に。うんえー、だから、ね、みんなで手をね、うん、つないで、はい。まあ、良い。 世界を作っていいきましょうというと、はいまあ、時代がね、本当に追いついてきたというか、ねまあ、今まで江本先生の活動を知らなかった若い世代とかもねあの、またこういったスピリチュアル的なものにあまり抵抗なく入ってきてるというのもあると思いますし、あと何より SNS とか、こういった YouTube で、YouTube あの、まあ、こういったオンラインでね、つながることができるって、すごく時代が変わりましたよね。そそそううですすねねれは本当当大きいいと思います、ねうん、だから、ね、当日もそうやって えとオンラインでつながってねその例えば「マヤならマヤ」のセレモニーをね、うん、一緒にできるっていうそれってすごとだと思うんですよね。はいあのー、でお水をね、あのー、事前に用意してそれぞれのところのを、あのー、まあそれぞれの場所にですね送ってみたいな感じでもうよりねほんと一体感というかもう地球上で一つになるというかねそういったことが体感できるんじゃないかなと思います。うん ですね、水でつながる世界平和と、まあ、人々の心が、ね、つながっていくわけですよね。で当日あの、まあ、モニタ巨大モニターを、うんえー、この ASO のアスペクターのステージに設置したいというふうに我々はちょっと頑張って今交渉をしております。っていうのが、ね、結構値段もかかりますしあの200万とかですねそのくらいかかるのであのまた協賛とかですね寄付とか皆さんに。 今、お願いしているようなちょっと状況であるんですけれども、ぜ、ま、ひ、あ、これを、ね、成功させれば、やっぱり日本の精神性、今、ね、縄文のこととかもありますけれども、すごく今、タイミングとして世界がやっぱり必要としているので、まあ、これを皆さんに分、えーまあ、かし合って、ですね、まあ、ここからまた水祭りが起点として、ですねこういった皆さんのいろんな日本人の精神性とか、これが広がるきっかけになればいいですよね。はい、はい、もう本当そう思いいますはいありがとうございます。 本当に、えーまあ、先達の江本昌先生がつな、えー、ぎてきた、ね、活動をまあ継承して、また、ね、今の時代にちょうど、ね、タイミングだと思うので、これを、えー、よりですね、まあ、新しい、まあ、進化させた形で皆さんと配信していきたいと思っております。そして、えー、特徴のその2です。えー <laughs> 昨年はですね、まあ、いろんなアーティストの方が来ていただいて、まあ、これは素晴らしい、えー、一つの祭りだったと思います。ただ、やはりですね、地元の、まあ、この水資源のこととか、ですね、やっぱり伝えきれなかったこと、本当に時間も11時からまあ16時までというのもありましたし、あのまだ準備もですね、十分できなかったので、あのやっぱり阿蘇の水というのは非常に特別なんですね。 ちょうどこの阿蘇のです、ね、実行委員会の方たちと、まあ、南阿蘇の村長の方とかですねいろんな自治体の方に回らせていただきましたあの先ほど一番冒頭でですねこの阿蘇のカルデラの下には琵琶湖3.5個分の、まあ、水があるっていうふうにお伝えしましたけどこの阿蘇の水はですね実はあの、まあ、やっぱりあの木が生えてなくて草原なんですよねこのの草原っていうのはただ 草原があるわけじゃなくて、ずっと縄文時代から、実はですね焼き旗というか、ですねこの焼いて、ですね毎年、今でも2月、3月には、ですねこの草原を焼いて、ですねこの土壌を良くして、この炭で土壌を良くしたり、浸透率を良くするために、すね我れ人間がこの水源を守ってきたという歴史と文化、伝統があるんですよね。 まあそういったことを皆さんに知っていただきたい。そしてまた水源もですね、まあ、今いろんな水源、全国各地でいろんな問題が起きておりますので、まあ、そういったところも皆さんに知っていただきたい。そしてえこの水を浄化する技術とか資材とか、そういったものもですね、非常に安全なもの、そしてえまあ本当に素晴らしいものがたくさんあるので、そういったものも紹介したいということでですね、今年はえこの水祭りのメニューの中に、 えー、そういったものを紹介するような、えー、コーナーをいくつか、えー、設けてお設けます。そして、えーまあ、その当日だけじゃなくてですね、こういった動画で、YouTube とかでですね、アップして、皆さんにお伝えしたいと思っております。ちなみに、今までの水祭りはですね、ずっと江本雅先生と関係のあった EM の日が教授。 そして、えー、クレさんが環境活動をやっているので、お仲間の、えー、バクチャーの杉山光太さんとかですね、あと宮本製作所、あのこれはあのマグネシウムで、まあ、水、洗剤とか使わないということで、まあ、クレさんもコインランドリーでですねあの、このマグネシウムを使ったコインランドリーということで、えー、開発とか普及、メンテナンスをやられてますけれども、まあ、そういった人たちに、まあ、あのこの動画とかですね、えー、講演とか、そして、えー、ブースにで出ていただいて、 え普及をしていたんですが、今年はさらに、えー、そこら辺をへん、ね、えー、パワーアップして、皆さんにおお届けしたいと思っております、はいえー、特徴、その3、えー、団体の垣根を超えるということで、えー、たくさんの団体がですね水とか環境とか祈り、芸術、文化、世界平和、いろんなコミュニティとか、ですねたくさんの素晴らしい活動をしている団体があります。 えー、そういった方たちと横の手を取り合って、ですねこの世界水祭りイン a ソにですね、えー、皆さんの、まあ、こういった活動を紹介したり、ですね、えー、アートをやっているところだったらパフォーマンスをしていただくということで、ですね、えー、この団体を、えー、皆さん集結するということで、えー、いろいろ準備を進めております、えー。その中でもですね、昨年11月11日に、えー、いろんなネイティブの方を世界中に呼んだりですね、 えまた宮崎県で祈り、そしていろんなえコミュニティのイベントをしたえアスカプロジェクトということで、優、えー、かさんという方とかですね、えー、そういったメンバーの方がやっております。そういった方たちをえ呼んでですね、またパフォーマンス、そしてえ水に対するですね、えー、まあ祈りということをやっていただこうと企画しております。えー、ちょうどこの 世界水増しの昨年の2日前にですね、阿蘇にいろんなネイティブの人が集まって祈りをやりました。そのあたり、広間さん、またちょっとお話しいただけますでしょうか。そうですね、えっと、11月の8日でしたね。あの、えー、阿蘇の、はい、地で、えー、集まってですね、あの、まあ、結構いろんなところから来られてましたね。あの、 20人ぐらいですかね、もうすごいなと思ったんですけれども、そ,ね、まあそれこそ,そのシャスタさんの,、ね、あの方とか、うん、あと、まあ、ワイタハー族とかですね、あとロシアの方からアルタイとか、マオリ族も来てましたし、うん、オーストラリアからも来てましたし、あのもう本当に。 もう現いろんな世界あ、ペルーからも来てましたね。ハワイもいたし。アフリカもいたし。アフリカもいたし。すごいと思いましたね。そんな方々が一斉に阿蘇に集まって。で、まあね、11月11日に本イベントはやられたと思うんですけども、そのまあ前に、あのまあ、クローズドの、ね、祈りの、はい、セレモニーに呼ばれまして。で、もうなんかすごかったですね。時間の概念がなくなるような。 そんなもうあのセレモニーでしても一人一人が、えーまあ、その長年ずっとなん、まあ、継承されているその祈りのやり方というか、えーまあ、それは歌を歌ったりとか、まあ、言葉にしたりとか、まあ、あと踊ったりとかねいろいろありましたけれども、えーまあ、本当にあの参加させていただいてとても良かったというかですねもうなんか異次元というかもう本当神秘的なそんな あの時間の概念を忘れるような、えー、セレモニーでしたね。で、えーまあ、本当、アスカさんはすごい人だなと思いましたし、えーあのーね、このことを現実化させるのって本当に大変だったと思うんですけれども、まあ、そこで、ね、いろんな方とまたつながってです、ね、まあ、そのうちの一人の方がオーストラリアの方で、まあ、世界水祭りを今回、オーストラリアからやっていただけるというような、そういうような話になっているんですけれども。 あの貴重な経験させていいただきまました、はいはい、ありがとうございます本当にね、あのまあ、11月11日ということで、本当にたまたまだったんですけども、まあ、この日にみんなで祈るっていうのは、すごくなんか不思議な力がね、働いてるなというふうに思いました、また後で、えー、出ていただく堆肥さんも富士山でですね、えー、宇宙大花火というイベントをされていたりですね、いろんな団体があのこの日に、えーまあ、平和のイベントをしたということで。 そしてまたですね、えーまあ、アスカープロジェクトだったんですけども、こ,、えー、こちらはですね、えー、水の手という団体になります。あのまあ、この右の、えー、画面の右の下の方ですね、代表の宇佐美聖子さんという方がいらっしゃいまして、でこの水,手水の手の団体で、この、えー、春分の日に3月20日にですね、羽田空港の近くのホールでイベントを行ったんですね。 で我々もですね、招待を受けて、えー、いろんな賞をいただいたりですね、いろんなアーティストの人がパフォーマンスしたり、本当に世界平和とか水でつながるということで、えー、団体の垣根を越えてやっていこうということで、非常に、えー、親密になりまして、でこの水の手の、えー、皆さんもですね、実際にこの水祭りに来ていただいて、秋、えー、分の日にですね、パフォーマンスをしていただくという運びになりました。でこの宇佐美さんはですね浜、浜松の三作坊というところで、 えー、大体東京ドーム20個分ぐらいの土地をですねいろんなまあ岩倉とかあったりですね水源があったりするような土地を、えー、またコミュニティの開発をしたりですね、えー、都内でいろんなえショップをやったりですねすごく精力的に動いてるんですね。でそういった方たちと横のつながりをまあ強化していくということで。 えやっておりますまた他の団体も今いろんなオファーがありまして、えー、の一緒にやっていこう、まあ、水の祈りとかですね、えー、コミュニティのこととかそういったこともありますので随時また発表させていただきます、はいえー、特徴その4ということで、えー、今年はですね宇宙大花火 inASO というです、ねえー、イベントをさせていただきます少しお話、えー、先ほどしましたように11月11日に、えー、実はですね富士山で このイベントをやりまして、そして、えー、去年も出ていただいたあのラブレイブというグループのゼウスさんの、えー、紹介によりまして、今年阿蘇でもですねこの宇宙大花火、i n 阿蘇ということで、子どもたちの、えー、願い、祈りをですね書いた花火をあ、えー、げるということで、えー、これ、去年の映像に、画像になりますで。ちょうどですね、明日大阪で大きいイベントをですね、この アーティストの大さん、えー、されるということでですね。えー、準備が忙しい中、えー、今日ですね、特別にちょっとコメント出演していただけるということになりましたので、大、うん、さんお呼びしたいと思います。大、えー、さん、こんばんは。今、話せますでしょうか大、はい、さんもう20年近く、えー、いろんな人の夢を、ね、んんハンカチに書くという。はい、あこんばんは。聞こえますあ聞こえます。 よろしくお願いします。いますはいち、えー。ちょっと簡単に、えー、ちょっと活動の、まあ、本当にすごい活動をしているので、簡単には言えないかもしれないですけど、えー、皆さんにごとご挨拶と、えー、活動のこうを、えー、皆さんに紹介していただけますでしょうか。わかりました。えー、と自分が今、今回やるその宇宙大花火というのは、あの本当に えっと、やってることは花火玉に願い事を書いたりとかそして亡くなっった人へのメッセージを書いててもらってますで去年は11月11日え皆さんこの共通する日に三保、えっと、松原という富士山の、あのー、世界文化遺産の場所で、まあ、なかなかそういう場所って花火打ち上げるとか難しいんですが本当に打ち上げさせてもらえた。 その理由が、えー、と天の伝説がありましてやっぱり天にこう富士山から帰っていくのが美穂の松原だったっていうだから天に願い事を描くとか、えー、届けるとか、えー、そういうこともつながって、えー、できることができましたで今回あの阿蘇でということなんですけども、えー、と今ちょっと話が上がってきていてまだ決定ではないことなんですが あの能、ー、登の,の方の珠洲市というところ、珠洲であの震源地なんですけども、今回のその珠洲市の特にあの見附島っていうあのー、別名、軍艦島といいまして、軍艦そのものの形をしたあのー、えっ、ー、と島が今回、崩壊して、あの地震で震度7で。でその崩壊したえっ、ー、とー 見つけ島軍艦島のちょっと形をした、えー、と大きな見越しを作ろうということに今持ってってますちょっと決定してることではないんですけどもでも一つのでっかなロマンとしてちょっと聞いていただけたらいいなっていう感じでちょっとお話しさせていただきますとその後にあの、まあに今から、えー、と熊本の話もしますけども、まあ、今やってるのはそれが中心でしてでやっぱ子どもたちを中心にそして子どもた,たちは希望を持ってもらう。 で大人たちはやっぱりあの親戚とか含めたら小さい町ではあるのでもうたくさんの人が亡くなっていましてやっぱりもう祭りどころじゃないしあの能登えっと、2 0 0か所の祭りあるんですけど今その200か所中祭りができてのできるって言われてる一1か所だけなんですよ。暴れ祭りというあのこしをぶつけ合う祭りそれもやっぱりいつも通りでは全然できないので本当にやるのかっていう半々ぐらいではあるんですけど一応やろうっていう。 でそんなところでまたこの宇宙で花火も含めたりあと今言ったそのでっかなキリコというものをあの津波で5基156メーターのビル4階建てのみこし担ぐんですねちょうちんがぶわーってついたような100人で担ぎますそれが5基津波で今回流されたりしているんですがあの、まあ、そこまで大きいものじゃなくてそれのちょっと小さい、まあ、子供もみこしってそれでもまあまあ大きいものを作ったり。 まあそれを今500キロ先のできれば万博会場に届けたいなと子どもたちが中心にもちろん大人たちも助けるんですけどやっぱり中心は子どもたちである方がいいんではないかなってでそれでえっと今同時にそれで結局万博からそのみこし,みこしも担ぐんですけども。 白山神社のみこしを今お借りすることをちょっとお話しさせてもらいまして、まあ、たまたまた三重の白山神社の自分家系っていうことも直系っていうこともあったっていうのもあってでそういうご縁がつながってそこも空海さんの北条寺というあの空海三大あのパワースポットの一つと言われているそこのお寺の中にある神社の白山神社のみこしということで。 やっぱりそういうことも含めて本当にあのここで祭りのムーブメントを本当の意味でみんなで起こしてからそれが水,水であろうが全部万物全ての祭りなので,、うん、で万博そのものをただのイベントではなくあの本当の祭りにしろって言ったのは岡本太郎の言葉ですのであの万物の祭りにするということで命輝く大,大歓喜の祭りということで。 もうこの星を宇宙中のみんな知らせていくぐらいの気持ちを持ってやろうよという子どもたちには伝えますで。その中でも今回8月10日に今あの予定ではあるのでまだあの決定でまで行ってないですけども宇宙で花火を鈴でもやるということでもあ,のあってその8月10日に鈴でやって9月にあのその今回の,あの熊本の阿蘇でやるっていうことを含めて <laughs> なんか自分が思ったのがですね これも一つのまだロマンだと思って聞いていただけたらいいんですけども、あの万博というもの自体、あので、えっと、神戸のところに近くに夢島っていうのがあるので、1970年から震災があって、震度7、震度7っていうのは最高震度って言って、7.5っていうのはないんですね、震度でいうと、震度7以上になったのは、えっと、この神戸が初めて去年あ、ま、前回の大阪万博から、そして、えっと、東日本大震災。 そそして阿蘇そしてて阿蘇なんですねで震度7以上でマグニチュード7以上77がつその77ついているのはその4つの箇所でしてでそのなんか祭りが阿蘇の方からも今回宇宙で花火することによって何かきっかけなり何かこのみこ例えばですよみこしを持ってってくれとかで能登から行ったりそして例えば海から海の船の上からいきなり夢島の海のコーナーがあるんですけどそこから。 例えばねぶたが始まってくるとか本当にそういうことがズドーって、ね、それ神戸のところというか夢島のところで立ち上がってくるのは銀河の塔というちょっといろんな話をしたのでまあロマンだと思ってザクッと聞いてもらったらいいなと思いながらあの理解させようとして話してないのであのいろんな祭りなのでもうなんかわけわからなくていいんですけど命がたぎるというような命そのものになるこの宇宙そのものの。 そんな祭りが祭りであると岡本太郎が言っていたので水、火とか本当にまあ水と火を中心にいろんな万物とともにあらゆる人間含めたそれがなんか今回水祭りさんが自分、まあ、縁があって呼んでいただいたんですけども、まあ、縁というのももっと大きな縁があるはずなのでみんなであの本気の命輝く和食をしていけたらなって思ってます。 ザクッと言うととううそんな感じですがありがとうございますはい。平井さんとはまた7月の6日7日にですね熊本のまあ幼稚園でですね、あのーまあ、子どもたちの夢を書いていただくですね書、あのー、いてもらう、まあ、ワークショップというかなんかそういったものもやりますけども <laughs> ちょうどその、あのー、幼稚受け入れてくれた幼稚園が私とクレイさんがですね熊本震災の時に、あのーまあ、支援物質の受け入れ先になって。 いただいた大工保育園というところだったり、でまた去年、呉さんがまあ日本酒を作ったときにラベル、ワッショイというですね日本酒なんですけど、そのラベルに子どもたちの夢をですねあの50枚書いてもらって、それをラベルにしたんですね。だからなんか全て まあ震災からの話あります全部伏線となってここでまたあの、ね、その幼稚園でまた子どもたちの夢を書いてそして9月にあげるというですね一つのストーリーがまたここに立ち上がってくるので本当にあにまた7月とかねいろいろ大使さんと話し合ってこのまた水まつりのこのあそ、うん、宇宙大花火どういうふうに持っていくかってまたねどん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 。 またこれからバンジアップしてやっていきますので、また大使さん、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい。なんか本当にクレイさんもあのこの前ワッシュイって言ってて、なんていうかな、改めて今回の流れっていうのはもう本当に壮大なる、壮大なるものにつながっていく中で、なんかちょっと頭に入れていただけたら、なんか本当のみこしをやっぱりあの夢島まで担いでいきたいなっていうのを、あの能登からもやるので、阿蘇からも。 やっぱりし震災があ,るからあったからこそ祭りってほとんどが起こっていることって多いんですね調べるとあとはあのやっぱ疫病とかだからコロナとかこの震災があった今だからこそ本当に立ち上げていくべきそれはもう氏神様なんだけどでも今回も白山神社っていうそこの鈴のでもそれを超えてってもう本当にみんなが喜び合えるようなっていうところなん,かなんとなくクレイさんに。 な投げかけといたら何か始まるんじゃないかなと思ってちょっと勝手に投げさせてもらいました。<laughs> <laughs> わっしょい、わっしょい職人、わっしょい祭り職人、どうでしょう <laughs> いやでもまさにまさり祭りって本当に何かがあってで、ここもそうだったんですね。地蔵山っていう名前ですけど、あの疫病があって、そこであの300年近く前にあの東京の地蔵寺からこう、勘定されたっていうのがあったんですけど、結局それをもとに人々が集まるようになって、 うん、そしてお祭りにつながっていくんですよねでお祭りって些細なその夜店だったりとかあとは余興だったりとかそんな本当に小さな何て言うかな大きなことではなかったのかもしれないけどこの地域の人たちはそれが本当に心のよりどころで年に1回のすごいそれが楽しみだったっていうふうにして、あのー、記されたりあのやつも頂い,いてるんですね。こここれはここだけじゃなくて やっぱり日本各地、世界各地がそうだと思うし、で、まあ、縁あって私もね、この地蔵山というところに呼ばれていますけども、この地蔵山ってあの地球、大地の地球という意味なんですね、地,地蔵というのは。で、もともとあの、バラモン教とか昔のインドの仏教が始まる前の神様の,あの大地の女神とか、そういったことの神様がですね、この地蔵になって今、あの日本各地に一番、 多くあると思うんですけどだからそういう意味で言うと地蔵って地球だと思うんですね地球の化身だという風にして僕は感じてるんですよそういう風にか日本各地にあるお地蔵さんもねいろんな名前でお地蔵さんって存在してますけどそういった神様たちもね今すごくこう地球としてあのそういった風に、うん、形になってですね応援してくれてるなという風うに思いますから 何かあのー、大志さんとですね、がこう納得いけるような <laughs>、いただけるようなですね、そんなお祭りができればいいふうに思っています。ありがとうございます。はい。い、はい。いらっしゃい。大志さん、ありがとうございます。<laughs> また続き、いはい、よろしくお願いいたします、はい。ありがとうございます。はい、すごく楽しみですね、本当に。 この花火、宇宙大花火。その花火が終わった後もね、いろんなアーティストの方に出ていただいて、9時半まで、花火自体は8時ぐらいに終わるんですけども、いろんなアーティストに今年も出演していただきます。まだですね完全にちょっと決定ではないので、これからオファーするアーティストの方たちもいらっしゃるので、大まかにこのような形でスケジュールが決まっております。今日ですねちょっとこの 一番最初に太鼓でお飛び出しして、その後にですね、小原さん、去年も出ていただいたの小原さん。あ、ちょっと待って、その前に今、ラブレイブの皆さんは、あの、山さん、入ってる感じでしょうかね。えーっと、ちょっとわからないんですね。おそらく入ってない可能性あすね。いですちなみに、あの、今日ですね、あのラブレイブの、えー、 ゼウスさんアポロンさん、そしてリーコ・ワケワケさんはあのミクロネシアにあの、まあ、平和外交のために、ヒーロー外交のために行っているということなので、ちょっと途中の,、ね、あの乗り換えのところでこっち、このライブも出ていただけるというちょっと話もあったんですけども、まあ、海外なので、ちょっと今は入れないということだったので、えー、すみませんちょ、話を戻しまして、小原さんに今日ですね、えー、出ていただく。あの 形になりますで、おばあさんあの、まあ、パフォーマンスもいただくんですけども、まあ、この13の月の暦とか、あ,のあと、こういった平和の世界平和のイベ,イベントのハーモニックコンバージェンスってというです、ね、イベントの流れをこの世界水まつりを組むというお話もですね、えー、常々されていただくので、そのあたりをちょっとお話しいただきたいと思っております。それでは小おばあさん、えー、今お話いただきますでしょうか。はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。は <laughs> い あこんばんは今、大地さんのお話聞いていて、ちょっとそこにもあってお話し,したいことがあるんですが、あまあ、まず天心五荘という形で、また今年も参加させていただ,いただけることを大変あり,がとうとありがたく思っています。この水祭りに関して、えー、去年の朝でもお話をちょっとさせていただきましたけれども、えー、この世界で平和を祈る世界中で、 同時に平和を祈るという動きを多分あの世界で最初にやったのは1987年の8月16日に、17、え、日、ー、ホゼア・グエアスとロイディン・アグエアスが呼びかけたハーモニック・コンバージェンス調和的収束というお祭りだったんですね。でそれは世界の聖地で、まあ、あのシャストとか富士山とかギザのグレートピラミッドとかねグラストンベリーとかいろんなところ集まって14万4千人の人が集まって 同時に、えー、そのあ新しい太陽を見るとそれはマヤの,、まあの伝わっていた予言に基づいて行われたんですけどもで実際にそれが、えー、14万4000人以上集まればその予言は成就したことになるんだというふうな仮説で、えー、アグエアスさえが動いていたんですねで実際それはじあの有名な方がですねシャーリー・マクレーンとかジョン・デンバーとか、えー、小野洋子さんとかですねいろんな人がもう実際に参加されて えー、世界中でそういう同時い平和のための同時瞑想というか祈りあるいは祭りですね、えー、そういったことが行われたとおそらく最初の,あのポイントだったと思いますその後、まあ、世界同時瞑想は広がっていくんですけどもいろんな形でいろんな方がされていますが、えー、そのホゼ,ホゼとロイディンハーモニックコンバーシャンと呼びかけた方々が、えー、それから3年後に新しく、えー、提唱したのが のの月これはその平和の、マヤのカレンダーをベースにしてますけど、その平和の運動の一環としてね、カレンダー使うことがもう平和になるっていう仕組みを持ったもので、でその世界会議が東京で90 1997年に行われたときに、柄、えー、本先生に、えー、お声がけしてというかね、私がたまたまスタッフだったこともあって、つながりがあったので、えー、アウエア先生と会っていたり、世界の,あの世界会議というところでね、えー お話をしていただいてで、オゼ・アグエス・ロイディアグエスさんと、アグエス夫妻とつながっていただいたと。でその後、江、え、本、ー、先生は、1999年かな、えー、琵琶湖で、えー、13の月の暦の時間を外した日という、まあ、グレゴリオ歴だと7月25日、えー、その時間を外した日の、まあ、祭りとか祈りという時に、えー、琵琶湖でお祈りをしてですね、で実際にその琵琶湖の、まあ、普通だったら毎年出てる藻が、こうなんていうか。 消えてしまったりとかねいろんな現象が起きて祈りによる具体的な効果が最初にというか,、まあ、かなりはっきりした形で見られたあ現象が起きたわけですね、えー、そういう流れがあって毎年のセンスは7月25日の時間を外した日、まあ、13月にお暦の時間を外した日という日にお祈りを続けてこられてその流れはもともとはだからハーモニック・ン・マーゼンスという世界的な集合的な最初の祈りといってもそこからを継承したものが時間を外した日に集約されて続けてこられて で、江本先生は世界中でそれをいろんな場所で、日本だけじゃなくて、それから世界中の政治でやられたから、世界中のやっぱりそのシャーマンとか、先住民たちからも、あのまあ、敬意を持って受け入れられて、で、繋がっていったわけですね。で、その流れで、この世界水祭りは、日付自体はですね、別に7月25日ではないんですけども、水を通じた祈りという意味で、やっぱりこの、この日というか、えー 年に1回人が意識を合わせるというタイミングがやってきていることが非常に素晴らしくて、でさっきちょっと私がその、大スさんという方はじ、初めてお会いしますけども、えー、初めまして、であのー、その大地さんとかでお話しされた77っていう、77とかあの数にすごく僕はあ、なんていうかな、ちょっと驚きを感じながらね、今度の水祭りも大事だなというのをますます感じているのは、えー、13の月の暦には365日と2 6 0日の組と2つの組があるんですけども、 260日歴は1番から260番まで数えていってぐるぐる回るわけですね。260になったのがまた1番と。で今度の水まつげが行われる日は、えー、そのカレンダーでは金76番と77番なんです。2日目が77番なんですね。77の日になる。これはただ77が揃ったからって言ってちょっと驚いただけではなくて、東日本の最大震災が起こった、えー、2011年3月11日も金77番だったんです。 だから僕はちょっとさっきその話をね、この直前までちょっと僕はなかなか入らなくて、さっき入ったばかりですけどつけたらいきなりその話されてて、おびっくりしたと思って、えー、思ったわけですけども、でもそういう意味で、その震災が起きた場所っていう、あの大地さんは空間的な場所としての、能登とか、えー、いろんな場所を挙げられてましたけども、時間的に13の月の暦で、七、えー、77品を行うってことは、311で起こったようなことを逆にこう、なんていうのか、うん、こそこから、 話をこう違う新しい祈りとかね、そういうものによって転換していくような意味合いがある。それはもともとのハーモニックコンバージェンスがそもそもそういう意味があったんですね。えー、これはちょっともうちょっとだけお話しさせてください。で、ハーモニックコンバージェンスは、えー、金55番という日に行われたんですね。55、56。だけど、55でもうちょっと遡ると、広島に原爆が落ちた日が金55だった。 だから、ハ、えー、ーモニコマジェンスという平和の祈りは、ただ世界平和の祈りをやっただけじゃなくて、広島原爆、初めて、人類で初めて、えー、人に向けて、原子力爆弾という核が使われてしまった、いろんな多次元的な影響ですね、マイナスの影響を反転させる意味がもあったというふうに、まあ、アグエス夫妻は説明してたんですね。だからその話とすすごく直結するんで今日ね僕は あの始まる前ぐらいに、えっとハーモニコカまでについて話してくださいと言われて、あ、そうなのと思って。それで今話してるだけなんですけど、もう、それでチャンネル入ったら、ね、突然そういう話だったんで。あ、これを話さなきゃいけないなと思って。今、お話をさせていただきました。はい、ということで、えー、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。あの、まあ、いろんな、まあ、世界水祭り、祭りですけども、いろんな、まあ、流れとか、まあ。時間的、空間的に、いろんな流れがね、多層的に、本当に折りたたまれて。 えーまあ、本当に古代の、ね、縄文からのっていうのもありますしあの、いるんだなというふうに思っています。あの小原さん、またあの引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、はいええーまあ、本当に、えー、皆さんですね、今、先ほど、えー、話してた、えー、リーコ、秋分さん、ホライの方とかもね、やっぱりあの古代のメキシコの流れを、えーまあ、このホライがね、やっぱりこういった祭りの時の合図だったということで、えー ありますしいろんなディジュリ・ルもやっぱり愛の、まあ、縄文からの流れもありますし、あのまあ、リサさん、舞、まあ、とかですね、えーまあ、いろんなアーティストの方に今年は、えー、登場していただきます。またあの今回ですね、東光竜玄さんというですねあの、まあ、経営コンサルで、まあ、あとン島、まあのことをやっている方がプロデュースする、まあ、神舞という舞とかですね、えー、いろんなアーティストの方、 そして、まあ、日本の文化ですね、そういったものを、まあえー、お伝えする、そして、えー、地元、阿蘇でもですねいろんな、えー、芸能とかですねあの水のフォーラムとかそういったものも、えー、出ていただく形になります。またあの、こちらのスケジュールはホームページの方に後日アップさせていただきます。まあくまでも今、仮のスケジュールなんでまた変更の可能性あるのことをご了承ください。阿蘇さん、リサさんいらっしゃいますよ。あさん今お話とか コメントとかできますでしょうかちょっと突然の振りなので、そういう状況できればで大丈夫ですけど、いかがでしょうかあ、リサさん、すいません、こんばんは。こんばんは。<laughs> あ、ちょっとよろしくお願いします。すいません、突然の振りで。いや、とんでもないです。なんかもうすごい。 感動してますなんか浜松の第1回目から、はい、そして去年の11月11日と、えー、私もあの出演をさせていただいてまた今年もということで今日すごい楽しみにどんな感じになるのかなと思ってお聞きしてたらなんか本当にすごく大事なお祭りになる。でそれも何かねあの地球のために。 あの本当に人々って愛と感謝をその水と地球に捧げるってこともありますけど、宇宙的にもすごく大切なタイミングなんだなと思って、あのまあ、私の中には今、レムリアの舞が思い浮かんでいるところで、私の中ではあのいろんなパフォーマンスというのも、肩玉として今、降りてきている感じなんですけれども、これはすごいことになりそうとう、もうわくわくしてます。 また今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にね毎年あの美しい舞を踊っていただいて、またあの熊本にもねあのリサさ,さんご縁があるということでね、はい、楽しみにしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。 でえーまあ、この開催概要です、えー。9月21、22ということで、まあ、会場時間が、えー、初日は11時からで、開、ま、演、あ、が、えー、13時間になっています。あのーまあ、いろんなキッチンカーとかですね、いろんなブースがありますので、ぜひ会場を楽しみいただければと思います。もうここにいるだけでもすごい気持ちいいですし、いろんな、えー、ブースがあるので、ですねそれだけでも本当に楽しいです。でえーまあ、9時半終了という、えー、ところですけれども、夜の,あの DJ タイムとかそういったものも。えー またやっていきたいと思います。あのちなみに実行委員会の、えー、北田さんはですね、あのレゲエ DJ なんで今年は、えー、ボブマりとかね披露していただけるということですけどもちょっと一言お願いします。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あ今ちょうど。あ すボブマーリーのちょうど映画も出てて、ボブマーリーという人は、まあ、世界にどんだけ愛とか平和をすごいまあ伝えた、音楽ですごい伝えた人なので、まあ、そういうことをまあ絡めてみんなで一つになれるような音を作ればいいなと、空間を作れば、ね、いいなと思ってますので、また盛り上がってい,、ま、いければいいなと思います。必ずワンラブはね、先に言わないでください。<laughs> <laughs> いろんなあのアーティストの方も夜、あの出演いただくので、今、ちょっと交渉をこれから、ね、するような、お声かけするような方たちも、えー、何人もいらっしゃいます。そして、えー、9月22日は、えー、会場9時からで9時40分開演ということで、えーまあ、4時ぐらいに、えー、終了するということになっております。で、会場の、えー、人数はですね、大体5000人か1万人ぐらい集めたいということで、えー、地元、熊本の、えー、メンバーとともにですね、これからどんどん広げてい、えー、くので、 まあ今から準備をお願いします。あと、入場料ですね、ことしはあの、まあ、いろんな設備にやはり経費がですねあのたくさん、去年は1000万ぐらいかかりまして、本当に寄付であるとか、ですね企業の協賛の方、ありがとうございました。でやはり、ですねまた経費の方、やはり倍ぐらい、倍以上かかる可能性があるので、あの入場料、今年からという形になります。1 1000日当たり1000円を で高校生以下は無料とさせていただきます。またあの会場内で、えー、キャンプ、えー、泊まることもできますので、また、えー、そちらの値段の方も後ほどお伝えさせていただきます。当然、あの今年はです、ね、オンラインの配信も行いますし、えー、そちらは無料で、えー、参加できます。でえー、世界からです、ね、10万人から、まあ、15万人ぐらいの方に参加していただく形で、えー、この世界に広げていく予定です。協、え、賛、ー、のブースの方も出展、今、募集をしております。 キッチンカーの方もですね、たくさんフェスのグルメということもある通りですね、地元の阿蘇からですね、たくさんのものを出店予定です。参加の申し込み方法、今日からですね参加の申し込み開始いたしました。こちらの QR コードからですね、読み取っていただいて、またこちらの動画アーカイブしますのでご安心ください。ここから行くもいいですし、あと、世界水祭りで。 検索していただくと、えー、我々のホームページがございます。で、このホームページのですね、えー、申し込みフォーム、まあ、この、えー、ニュースのところにですね、チケット申し込みへというのがありますので、こちらの矢印の方をクリックしていただくと、えー、この申し込みページに飛びますので、えーまあ、できればです、ね、2日間、えー、出ていただくと、すごく、えー、面白い、えー、堪能できます。またあの、テントサイトですね、テントで、えー、泊まりたいという方はですね、2日の 2000円とプラス、店舗サイトの分が、ね、3000円かかりますので、えー、5000円の券も用意してあります。えー、高校生以下は無料で、えーまあ、参加することができます。はい、あと、ご寄付と協賛について、えー、お知らせさせていただきます。こちらも、えー、世界水祭りで検索していただきますと、えー、ご支援、サポートという、えーまあ、タブがありますので、そちらをクリックをお願いします。えー、こちら、個人の方はですね、一口3000円から。 法人の方は一口10万円からですね、協賛、えー、ご寄付ございます。またいろんな特典もありますので、えー、ホームページの方をご確認ください。えー、法人の方はですねあの、チケットとかも法人の、えー、10万円寄付いただくと、えー、何枚か招待チケットの方もお付けさせていただきます。またあの、今回はですね、パンフレットを作りますので、パンフレットの中に、えー ご寄付いただいた額に応じてですね、あのまあ、いろんな活動をですね、紹介させていただく形になります。詳細はまたホームページと、またいろんなお問い合わせいただければ、詳細をお伝えさせていただきます。はい、ということで、ですね、今年の水祭り、皆さんのご協力が不可欠です。 皆さんと一緒にですね、この水祭り、新しい時代の祭りを作っていきたいと思います。ぜひですね、まあ、祈り、そして、あとボランティアとかもですね、募集してますので、ぜひお声かけ、えー、いただければと思います。ホームページの方から、えー、メールアドレス載ってますので、ぜひお声かけください。また7月の、えー、6、7とですね、えー、大使さんと一緒に保育園もあったり、えー、6日の夜は熊本で交流会も予定しておりますので、ぜひご参加ください。ホームページ、あと、えー、メール、 メールマガジンをですね、登録していただきますと、最新情報をお届けしますので、必ずメールアドレスを、えー、水祭りのホームページから登録をお願いいたします。ということで、ですね、1、はい、回、えー、司会の梨紗子さんに、えー、戻したいと思います。えー、皆さん、ありがとうございました。麻生さん、ありがとうございました。皆様もお話を聞いてくださってありがとうございます。 えここからは質疑応答コメントタイムということで、えー、皆さん質問がある方はぜひチャットで質問いただければと思います皆さんお話を聞いていただいていかがでしたでしょうか、えー、お一人あのチャットで素敵なコメントいただいたのでちょっと紹介させてください、えー、ホームページで拝見した光の詩人さんの水への祈りの言葉を使って時々祈っています 祈るたびに心が平安になっていくのを感じますし、地球環境をより大事にする気持ちになります。これからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。ということで、サ、え、キ、ー、さん、ありがとうございます。このあとね、水への祈りもぜひ皆さんご一緒ください。えー 赤石さん、えー、世界水まつり、阿蘇でのイベントだけではなくて、さまざまな活動をしているのですね。多岐にわたった素晴らしいプロジェクトですね。ということで、コメントありがとうございます。皆さん、質問がありましたら、ぜひチャットで入れてください。またあの、ホームページからやインスタグラムなどでも、ね、お問い合わせいただければ、お答えしたいと思います。それでは、最後に。 えー、もう一度参加方法ですね、えー。お伝えさせてください。世界水祭り in ASO 2024in ASO、えー、2024年の9月21日土曜日22日の日曜日に開催されます。えー、ホームページまたは QR コードから、えー、こちらの QR コード からですね、チケットの販売本日から開始されますのでぜひ皆さんお申し込みください。1日のチケットが1000円、2日投資で2000円、テントサイトを利用される方は5000円です。よろしくお願いします。えー、そして寄付・協賛についてです、えー。こちらも世界水まつりのホームページに入っていただき、ご支援というところをクリックしていただくと、えー、個人または法人、えー、でで えー、支援をいただけるようになっておりますのでぜひ皆様ご協力をよろしくお願いいたします。はいということで、えー、本日はお忙しい中皆様最後までご参加くださいまして本当にありがとうございます。えー、最後に和食、えー、職人のクレイ玄星さんから締めていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 あのー、本当に水はいろんな形、液体や気体や固体となりますけど、この空気中にもやっぱり含まれているという意味からしたらですね、濃度の違いはあれど、やっぱりみんな今同じ水の中にいると思うんですね。だから今はこの瞬間も伝わってるっていうのは、つながってるっていうのは、そういうことも一つ物理的にあると思います。まあそういったところからですね、こう今皆さんとつながっていることをイメージして、この 地球からですね宇宙に向けてそして未来に向けてのですねわっしょいを輪を背負うをですね共にご参照いただきたいと思います、うん、それでは皆様よろしいでしょうか <laughs> 皆様のお心を拝借よーわ <laughs>、うん、しゃー <laughs> ありがとうございますす皆様麻生でおお待ちしてりりまま <laughs> ありがとうございました。<laughs>